ぷよぷよ。ぷよぷよ。いっきまーす。いっきまーす。えい、いっくよー。もっといくよせーのアクセル、お返しだよ。フレーム、ブラストビート、エクリクシス、フェアリーフェア、パイオエーン、リフレクション、いっきまーす。イエーイやったなー。うわーやったねパーサンキュー。パッチクー。ありゃりゃぷよぷよ。えい、いっ、 よよ選手先生私たちは、正々堂々と、ぷよ勝負をすることを誓いますうわー最初はラフィーナラフィーナ、ぷよ勝負ってお肌に良くないと思うよ確かに、ラフィーナの動きは大胆で、体に良さそう。うえー気合いまんま本気モードええー君も出場するのケロティとアミティ 君が本当に行き別れの兄さんでも、ここは勝負の世界手は抜かないよええー、そんなことないよいけないことってどんなこと本当にじゃあ、今から何したいか、当ててみてうわー、すごい迫力すごい当たったうー、ちょっと押され気味だけど、いざ、プヨ勝負ふお腹すいたなところで、 君誰ナスなのはわかる。美味しそうな色してるし、食べられるプリンプにはいなかったよねむむ。プリンプを食べに来た魔物なのそんなことさせないアミティ様がプヨ勝負で守ってみせるアルルはここにプヨと一緒に飛ばされてきたのどんな風なんだろう。でも、アルルが飛ぶところ見たいな。よーし。 アルルは絶対、私がプよ勝負で飛ばすじゃあ、張り切って、プよ勝負何故に、と言われても、大会に出場してるからかな。知ってるよ魚王子だって。えー、大会なんだからしょうがないんだよ。あ、シグ。シグ、優勝までもう一息なんだけど、後で森で見つけた虫のいっぱいいる木教えてあげるから、 優勝に協力してくれないかなお手柔らかにってことかないや、あたしの手もぷよぷよしてるよ。もういい。ぷよ勝負しよう。ついに最後の勝負うわ、なんだかとっても強そう。ええー、この帽子欲しいのでも、お兄さんにはちょっと似合わないかも。え何も知らないってどういうこと赤ぷよ帽の力ええー 欲しいってお兄さん変ピンチの予感でも負けないいざ、ぷよ勝負やったねー優勝しちゃった願い事は、もちろん素敵な魔導士になりたーいあれ全然変わらないよへ、えーメダルさん、それはないよクルーク絶好調なんだじゃあ本気モードでいっちゃう クルークだもん。ついね。あ、怒らせちゃったごめん、クルーク。言い過ぎたかなじゃあ、大人のクルークなら、子供のアミティに本気にならないよね。あ、アコール先生。先生なら、魔導で何でもできるから、願い事の叶う優勝のメダルなんていらないんじゃないんですかええー、なんだろう。うーん。いろんなプよ勝負を楽しみたいじゃあ、 これは抜き打ちテストはーい。どうしたのなんだか元気ないね。うん。私も帽子かぶってるよ。へえー、そうかな。帽子があれば気にしなくていいのは本当のことだと思うけど。うーん、そうなんだ。それはちょっと痛かったかも。ところでおしゃれ神戸さん、昔はどんなだったのへえー、そうなんだ。見てみたいな。そうなんだ。 とっても残念。へへ、そうかなひょええなんで普通に登場できないのう、まさか。ああ、オニオンだかわいいな触っても平気かないやー怒ってる。ぷよ勝負に勝ったら可愛いいし、弟にしちゃおっと。わかんないけど、オッケーってことで、いざ勝負あれ 今日のバルトアンデルス、とっても寂しそうだね。どこか悪いのかなお腹が痛いのもしかして、みんなが構ってくれないからすねてるとか。当たったみたいバルト話せるようになるなんてすごいかもうわ、ちょっと待ってまだ本当にわかるわけじゃないから、そんなに一気にお話されても、わかんないよもちろんしっかり勉強してるよ悪魔さんは学校に行ってたのそうなんだ。 さすが悪魔さん。あたしにはできないな。じゃあ、あたしは学校のみんなと楽しく続ける。うわ、立派なナス。しかもメガネ。どちらから来たんですかナスグレイブさんも、やっぱり優勝メダルを狙って大会に来たのえ知らないのいや、なんでもない。ずっと一緒だけど、覚えてない。えっと、あなたが欲しいんですかえへへ。<laughs> マダムに帽子を褒めてもらうと、ちょっと嬉しいかも。えーっと、お姉さんがとっても素敵だから、独身じゃ失礼かと。お年頃の人って難しい。いるよ、アルル。おじさん、お友達あちゃ。もしかして、お兄さんかな。で、サタン様は、アルルのお友達ピアンセって何結婚ええー、おじさんとアルルが